今日の写真です。でまあとりあえず心臓ちょっと大きいんだよね。 ちなみに去年がこれぐらいですわ。だから去年と比較してもじゃあこの写真の機械が安いね。ちょっと大きいんですよね、この子ね。ちょうど1年、これは7月が大体1年ぐらいですけどね、ちょっと大きいかなと思います。まあ頭を取ってるのは奥歯のことね、まあ、これは正常ですね。胸で心臓のサイズが大きいと、でお腹、ここで見ても分かるけどさ、これが強調されてる。ちょっとこっちに連れてきてもらって、お腹の中でなんとなくこの辺、まあ、真正面で見たら分かりやすいよね。これこんな風には映らんもんね、胃の中。だから胃の中にさ、なんかこんな塊がありそうですね。これね、これは背中の方から撮って、こっちは仰向けで撮って。でもこの時も映ってるか、それさっき言われれば。去年もこれなんか食べたんだっけ。ダンボールとかですかね、去年。うん、でね、あとその身体検査っていうかしてる時に出るうんちが細すぎますよね。あれはだから絶対的に、数が例えばあれで200個出ててもさ、普通のうんちの半分もないからさ、食べてる量が半分以下なんじゃないかなって気がするんですけどもね、うん、まあお腹の中では胃になんかありそうかなと。ただガスはまああるけど、そこまでめちゃくちゃガスが溜まってるわけではないですね。これなら正常範囲とも言えるぐらいのガスではありますね。からあとこういうところはどう、そうだね、関節も、肩関節、肘関節と、それから頚椎、胸椎、それから腰椎、まあ多少ね、こういうところの縁っこのが白くなってていいんだけど、まあでもこの時も強調されてるって言えばされてるか、こことかちょっと強調されてるか、少し変形性脊髄症が始まってる、これは老齢性の変化なんですけどね。でも歩き方がおかしいとか、ピョンピョン飛び跳ねたりとかできますよね。そうですね、そういう動きは別に変わりないですよね。